すっごく嬉しいよ。ありがとう。全国のポケモントレーナーの諸君、おきどじゃ。今回も新しいポケモントレーナーの情報が入ったんで、早速紹介していこうと思うぞ。早速ポケモントレーナーを見ていこう。コーヒーショップのつぐみちゃんじゃの。羽岡タウンで営んどるコーヒーショップの看板娘で、いつかトレーナーとなり世界を旅することが目標らしいぞ。わしもいつかこの子の働いとるコーヒーショップに行ってみたいものじゃの。続いてはドラマーのサーヤちゃんじゃの。相方のエレキブルと一緒にドラムのセッションをよくしているらしいぞ。さらにタイガーズ戦もよく見に行くらしい。野球が好きなんじゃの。次のトレーナーも面白いの。ウェイトレスのランちゃんじゃの。羽岡タウンのレストランでウェイトレスをしているらしいが、なになに、自分のポケモンを自慢するとバトルを挑んでくる。どうやら負けず嫌いの性格のようじゃの。次のポケモントレーナーはポケモンアイドルのあやちゃんじゃの。アイドル兼トレーナーでもあるんだが、バトルはちょっぴり苦手のようじゃの。バトルの後、よく相棒のニフィアと泣いとるらしい。まあ涙の数だけ強くなっとるからの、今後に期待じゃ。次は一気に2人紹介していこうと思うぞ。幼なじみのちさとちゃんとかおるちゃんじゃ。実は女優でもあるこの2人、幼馴染みであるがゆえにコンビネーションは凄まじく、その代わり喧嘩もいいようだが、まあ喧嘩するほど仲がいいというからの。次はカウガールのはぐみちゃんじゃの。花咲牧場の元気っ子で、牧場の人気は大変素晴らしく、名物は北沢コロッケというコロッケが名物だそうだぞ。このコロッケに使われてる肉は一体何の肉を使ってるのかの、気になるところじゃ。次はジムリーダーのマヤちゃんじゃ。鋼タイプのポケモンを使う羽岡タウンのジムリーダーで、バトルの後の機械いじりが大好きらしい。このポケモンを見る限り相当機械が大好きらしいの。次に紹介するのは四天王のアコちゃんじゃの。四天王の一人でジムリーダーのリンコちゃんとは大の仲良し。よく2人でゲームもしておるらしいぞ。最年少で四天王になったということで、今後の伸びしろに非常に期待されておるポケモントレーナーじゃ。最後に紹介するのはチャンピオンのココロちゃんじゃの。彗星のごとく現れたポケモントレーナーで、圧倒的な実力でチャンピオンに君臨した。本人はただポケモンバトルが楽しくてしょうがなくやっとるらしいが、それでチャンピオンになるとは大したものじゃの。噂では全てのポケモンを持ってるらしい。非常に末恐ろしいポケモントレーナーよの。動画を最後まで見てくれてありがとうの。しばらくの間新しいポケモントレーナーの調査をしなければならんから、このチャンネルに出ることができんが、またどこかで皆様とお会いしたいと思うぞ。それじゃあ皆さん、またの。